じゃあおはようございます。お待たせいたしました、会見を始めさせていただきたいと思います。それとは幹事社の方お願いいたします。幹事社の寺井朝日の松本です。はい、どうも。本日の会見にはフェニックステレビさんが参加しております。はい、大臣から冒頭発言をお願いします。はい、冒頭私から2件、ございます。1件目は、オミクロン株の感染が急拡大する中での学びの保障と受験機会の確保についてでございます。詳しくは後ほど事務方から資料を配布いたしますが、本日総理が示されましたコロナ対応の基本的な姿勢のうち、文部科学省部分につきましてご報告をいたします。まず学校における教育活動の継続についての対応でございます。これまで繰り返し申し上げておりますように、各学校では基本的な感染予防策を徹底するとともに、感染状況に応じまして時差登校や分散登校も行いながら、対面とオンラインの組み合わせによります学びの継続を図ることが大変重要でございます。また国から全国一斉の臨時休校は求めませんが、学校で感染者が出た場合には設置者が濃厚接触者の特定、そして臨時休業の判断を適切に行いますように、昨年8月に策定いたしましたガイドラインを再度周知をいたします。次に、臨時休業等を実施する学校におけるオンラインを活用しました学習の継続についてであります。切れ目なく学びを継続されますようですね、ギガスクール構想で整備された ICT 端末を最大限活用いたしまして、オンラインによる学習体制の整備と準備を進めてまいりたいと思います。臨時休業等の際の端末の持ち帰り学習の準備ができているかなどにつきまして、速やかに取り組み状況を点検をいたしまして公表いたします。高校につきましても一人一台端末の整備の加速を要請をいたします。次に入学者選抜における対応でございます。まず大学入試については、一人の受験生も受験機会を失うことのないように、受験生それぞれの状況に応じまして、大学入学共通テストの本試験、追試験どちらもが受験できなかった場合には、個別入試で合否判定すること。個別入試につきましても現在約 99% の大学が追試や振り替え受験を設定いたしておりますが、それでも受験機会が得られなかった受験生のために、総合型選抜等によりまして再度の追試の機会を設けることなどにつきまして、全大学に速やかに要請をいたします。また再度の追試の設定により、志願する大学に入学することとなった者につきましては、入学時期が4月以降になることも可能とすることを合わせて周知をいたします。さらに高等学校や中学校の入試につきましても、追試験の実施や書類のみによる選考を検討すると、改めて柔軟な対応を各都道府県教育委員会に通知で依頼をいたします。文部科学省といたしましては、オミクロン株の感染拡大のもとにあっても、子どもたちの学びの保障、受験機会を確保がなされるように、関係機関や学校とも連携しつつ最大限の努力をいたしてまいりたいと思います。次に、高等学校における一人一台端末整備に関する件でございます。1件目の話とも関連しますが、高等学校における
人一台端末に関する私からのメッセージについて申し上げます。これまで一人一台環境、一人一台ですね、の環境の中で自分専用の端末で学んできた中学生がこの4月に高等学校へ入学をいたします。こうした中で中学校までと同じように学べる環境を整備することにつきまして、生徒や保護者からその期待も大変高まってまいっております。また高等学校では今年4月から新しい学習指導要領が実施されるという予定です。そこで情報活用能力を学習の基盤とする、基盤となります資質とか能力の一つとして位置づけるとともに、情報化における共通必履修科目情報においても、すべての生徒がプログラミング等についての学習を開始することとなっております。そういったことも踏まえまして、政府では昨年12月の24日に閣議決定されましたデジタル社会の実現に向けた重点計画におきまして、高校一人一台端末について各県の整備状況を国としてもフォローアップし、必要な取り組みを促すことといたしております。こうした中で、すべての都道府県が一人一台端末を整備する方針を掲げており、緊急時におけるスマートフォンの活用も生徒の学習保障等に利用することも考えられますが、一方で日常的な学習活動を想定しました端末の整備が一部遅れているところもあることは承知をいたしております。このため、特に設置者の皆様に対しまして、改めて高等学校における一人一台端末環境の整備につきまして、万全を期すようお願いする趣旨で、本日、デジタル大臣との連名でメッセージを発信することといたしております。また、事務方幹部から、自治体の幹部の方に直接お願いするとともに、私自身も各県の知事宛にお電話をさせていただいたところでございます。文部科学省としては、全国どの高等学校におきましても、一人一台端末環境ができる限り速やかに実現されるよう、必要な支援等を行うことによりまして、今後とも設置者の取り組みを促してまいりたいと思います。私からは以上でございます。ありがとうございます。はい、では管理者からスタジオにお伺いします。はい、まず今週末には、大学入学共通テストが進める中ですね。はい、感染者数が増加して不安に感じている受験生も多いと思います。はい、大臣から受験生のメッセージがありましたらお願いします。あとまた追加でですね、冒頭でも発言ありましたが、共通テストが差し迫ったこのタイミングでのですね、いわゆるこの共通テストを受けられなかった個別入試で合否判断するように各大学へ要請を出すという、このタイミングで の要請となった理由がありましたらお聞かせください。2点目につきましては、状況は刻一刻と変わってまいります。それと一人でも多くの受験生を絶対に受験の機会を確保するという思いでございますので、最終的な個別の判定ということ、このことを申し上げたわけであります。そのことだけちょっと最初に、2点目のことについてまず最初に簡単にお触れさせていただきたいと思います。私からのメッセージということでありますけれども、オミクロン株、一旦かなり収束しつつあると思ったところが年末から急拡大という状況でございます。でその中で1月の15日、16日に大学入学共通テストが実施されまして、これから本格シーズンに入るわけであります。それはもう生徒の皆さん、本当に不安でいっぱいだと思います。で、受験生を支える、とにかく保護者や、高校の先生方、大学受験の場合、先生方、受験生が努力の成果を十分に、存分にですね、発揮できるように、まずそのサポートを一番に念頭において我々文科省は取り組みたいと思っております。で、文科省としては皆さんの努力が無駄にならないように、
受験の機会を可能な限り確保するという観点から、さっき申し上げましたけれども、大学入試共通テスト本試験の後ですね、2週間後には全都道府県で追試験を行うということになりました。これはもう従前は1週間だったの2週間とちゃんと取ってございます。これはまた個別入試につきましても今話がありましたけれども、させていただきましたけれども、全大学において受験機会の確保を要請しまして、ほぼ全ての大学が追試験等を実施する予定ですが、これに加えて申し上げたとおり再度の追試の設定について全大学に速やかに要請をしたいというように思います。で、万が一不安が生じた場合には、くれぐれも無理をしないようにということを思いますけれども、共通テストとかですね、その個別の試験につきましては万全の体制で受験生が迎えることのできるように、大学入試センターや各大学が感染症のガイドラインに基づきまして準備を進めております。ぜひ受験生の皆さんにはもう体調管理を気をつけていただいて、基本的な感染対策をまず徹底していただきたいということ、そして試験に臨んでいただきたいという、これのみでございます。最大限のですね、セーフティネットはですね、張ることにはできていると、そのように我々考えておるところであります。足らざるところがありましたら、さらに検討ができればと思いますけれども、今のところは 99% ですね、受験生一人も残ることなくですね、お受けできるんじゃないかなという、そういう期待を寄せております。ありがとうございます。それでは副社長から質問をお願いします。質問の際は社名と氏名を名乗ってからお願いします。じゃあ一番向こうから行きましょう。後ろがいます。読売新聞の伊藤です。冒頭発言に関連してお尋ねいたします。本試験と追試験両方受けられない受験生のために救済措置ということなんですけれども、どういった感染をイメージしているのか、2週間間空けるということでは、不十分だということなのかということと、あと共通テストの結果なしに合否判定することを求めるということですけれども、国立大学の2段階選抜はどうなるのか、そういったあたりをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。どういう状況であるかということにつきましては、今この感染の状況、1日8000人感染拡大しております。で、昨日はもう少し下がったみたいですけれども、まだオミクロン株のですね、その株そのものにつきましての分析ができているわけでもありませんし、これからさらなる急拡大がに向くのかどうかというところをしっかり見ていかなきゃいけないと思うんですね。で、当然、学校においてもですね、その場合に何らかの学校設置者が当然判断するわけですけれども、分散登校であるとか、あるいは臨時的に休校せなきゃならんじゃないかと、学級、学年、学校という順番でですね、そういった何らかのこの措置を講じていくわけなんですけれども、そういうことを見ながら、当然こういう受験の機会につきましてはどうなるかということをやっぱ考えていかないと、社会全体として動きが取れるのかどうかというその中にもあると思うんです。その中でも大変優先度が高いのは私は受験であるというように認識をいたしてございます。そういうことでございます。受験の機会についてまして、すいません、今その国立大学 その共通のあれですか、ご質問の趣旨をもう一回ちょっと言ってもらえますか。どこ行ったのかな。前者は、一応その追試験、2週間空けていれば、仮に本試験受けられなくても、はい、感染者でも、追試験を受けられるという設定だったかと思うんですけれども、それでは足りないというような何かしらの理由が発生しているのかという質問が1点目で、2点目は国立大学の場合、共通テストの点数で、2段階選抜するという大学もあるかと思うんですけど、はい、共通テストの結果がないとそれができなくなるかと思うんですが、そこのあたりの手当てはどうされるのかということについてですね、ここにつきましては
各大学の個別入試についてほぼすべて 99% の大学で追試または振替受験を実施予定でございまして、各大学には受験の機会の確保に努めていただいておるということには変わりございませんです。でこうした中ですね、現在新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が増加しまして、今申し上げたようにオミクロン株による感染拡大が、拡大している地域もあると。で今後仮に受験生が複数回にわたって陽性者や濃厚接触者になってしまった場合であっても、すでに用意されている試験日程で受験機会を失ってしまうことがないよう、一人の受験生を取り残さないと思いますから、各大学にさらなる受験の機会の確保をお願いをいたしたところでございますので、私申し上げたいのはそこまででございます。今申し上げているのは、当然仮定のお話になるかと思うんですけれども、今ここで明確にちょっとお答えするのはどうかということでございますので、はい、2週間でも止めた場合というのは風邪、さらにコロナになっちゃった、2週間でもダメな場合は、風邪とかコロナにですね、これは感染した場合ですね、そういう場合、そういうことですね。本試験においては風邪であるとか、追試においてはもう実際にコロナによってですね、これはもう感染者の方はお受けすることはできませんし、濃厚接触の方につきましては、さっきも以前申し上げた通りというのは方針が定まっておりますので、そういう状況でございます。今そういう考え方に立っております。後日明確にお答えする必要がございましたら、させていただきたいです。読売新聞さんですね、はい、それではどう、ありがとうございます。共同通信の岡島です。冒頭の入試の関係でお尋ねなんですけども、はい、昨年も、緊急事態宣言下の共通テストで、非常に感染が広がっていた中で入試を迎えたと思うんですけど、はい、ただ昨年より今回の方が、ある種手厚い対応になっているのはなぜなのかというか、今社会全体広がっているのは事実だと思うんですが、一方で緊急事態宣言も出てないし、にもかかわらずここまで去年以上の取り組みをしたということになると思うんですけど、その理由をもう一度伺いますか。もう2年目でありますから、当然昨年も例えば191人の方が別室で試験を受けいただいたとかいうこともありましたし、いろんな我々学習をいたしてございます。文科省の方も去年の例にとりまして、今年はより慎重に、しかもより受験生に配慮していくという、そういう考え方に立ったと。岸田総理もその考え方は大変お強いございます。それに沿ったもんでございます。当然、1年目より2年目の方が対応については少し、考えをですね、いろんな要素を頭に置いて施策を打ったという、そういうように理解をいただきたいと思ってございます。それで補足なんですけど、それでいうと年末 の、逆に濃厚接触者受験できないというのを一度出してしまったというのとはちょっとあれです。ですからそれは昨年申し上げましたんですけれども、内部の報告においてもきちっとした説明がない状況の中でご発表されました。で岸田総理もかなり当初オミクロン株の状況というのは非常に解明できていないで、例えば留学生にしてもそこでもう11月30日もってもうダメっていう形で、絞り込むというかシャットアウトしましたので、相当厳しいものであるという、そういう認識のもとに、担当課も濃厚接触者の方は難しいという判断をしたわけであって、しかしながらそれから、かなり何週間か経ちましたんでね、3週間4週間、その中で一番の問題はやはり覚えておかなければならないのは、一人でも多くの受験生の受験機会を確保するということの観念をもっと上に出すべきじゃないかという話をしたわけでありまして、決してそこで判断をですね、考え方をもう少し受験生に対して有利な考えに立ってあげてほしいという、そういう思いで修正を加えただけでございます。大臣、次の予定がありますので、あと1問でお願いします。じゃあ、待ちましょうか。ですか。すみませんね。すみません、TBS テレビの宮本と申します、はい。ありえない話かもしれませんけれども、共通テスト2回受けなくても本試験が受けられる、個別試験が受けられるとなると、
僕は英語と数学だけは得意だけど、あとはみんな苦手なんだ、共通テスト嫌いっていう人は共通テスト2回ともパスって受けられるような、そういう抜け道ができるような気もしないでもないんですけど、その辺についてはまあまあ人数も少ないからいないのかなとは思いつつ、いかがでございましょうか。あのご指摘のことは、隙間の隙間を考えればそういう考えも出てくるのかなということを思っておりますんですけれども、まあ日本の受験生、そこまでですね、難しく私は考えて受験をするかなということ、もう少し日本を引っ張っていく受験生、まあ若者でありますから、公明正大フェアにやっていただきたいという、そのことを私なりに思うところでございます。今そういうことがあるんかなということを初めて指摘を受けまして、そういうことないかもしれないですけど、そうですね、ちょっと今そこには明確なご返答、むしろ私の方は受験生に正しい方法で、より正しい方法で堂々と、まあ、受験をしてほしいなという思いでございます。まあ、確かにそういう本試験の場合はそういうことは大学の科目によってそういう試験を受けていくわけなんですけれども、まあ今こういう緊急の時でありますから、思わぬことがやはり起きうることも確かかなということはお認めするところでございます。はい、はい、それでは以上で会見を終了いたします。